おお、悪くない悪くないよ。改めまして、皆様新年明けましておめでとうございます。縁起がいいということで門松引っこ抜いてきました。今回はですね、以前紹介したポンチョにもなるタープですけども、そちらがね、ひょっとしたらすごい有効活用できるんじゃないかということで、今日はね、実験してみたいと思います。こちらがその問題のタープなんですけど、 170×170 のセンチのタープで、正方形なんですけど、割とちっちゃめながら、まあ一人でやるにはちょうどいいかなってことで愛用してるんですけど、でこちらをねちょっと試していくんですけど、で今日やることってのが、テントね、ワンポールのティッピー型のテントを好んで使ってるんですけど、まあ立てやすいってことで四隅打てば立つんで好きで使ってるんですけど、最初ね DOD のライダースワンポール使ってて、でスカート欲しいなって、あとまあ寒いなってことでフォーク TC 買って、前のねフラップっていうんですかね、タープの代わりができるようなものが使えるので、バンドクのソロティピー使ってたんですけど、寝る前にねあのポールを外して、でペグダウンしたガイロープ外して、で手汚くなるし、いちいちねそのポールとガイロープとペグどうしようかなってやりながら、最後に寝る前にやるのが嫌で、そのフルクローズするときにね、あとねポールが結構邪魔でどうしようかなと思ってたんですけど、かといってフォーク TC みたいな、まあサーカス TC もそうなんですけど、まあ、前室としてあの半分利用するとして、焚き火とかしてると屋根がない状態になるんで、こう張り出したらまたさっきみたいにポール邪魔だし、あの閉じるときにめんどくさいしってことで、まあベロンってしてたんですけど、ベロンってすると屋根がないんでね、雨とか急に降ってきたらもうずぶ濡れになるんですね、この空いてる部分が。で新しくねそのタープを張っても結局まあポールが邪魔するし、いいんですけどまた片付ける手間があって、いっそのことねちょっと合体してやろうということで、今回はこれを普通に TP テント立てて、でタープがある状態でポールがなくて、でガイロープとかも片付けなくても雨降ってきても大丈夫で、タープがあるままフルクローズできて、でコンパクトにまとめれたらいいなということで、新アイテムを購入してきました。でそれがこちら、これはねあのテント用のポールね、ジュラルミン製のポールでグニョーンって曲がるね、ドーム型のテントで使われてるやつが、まあ、単体で売ってたんで、4メートルが2本かな、これにちょうどいい感じのサイズで、1本じゃねあの低すぎたんで、つなげてまあ大体 1.5 本ぐらい分の長さです。あとこれがね DOD じゃないやとんがり帽子みたいなやつありますけど、それのまあ安い版ですよね、これを使って、まあ、張り出しを作っていこうと思います。で今回立てるのがこれ、フィールドアのフォーク TC、 なんだかんだねやっぱね広いしね、ストーブインしてもねいいので、サーカスとかねいろいろテントお金なかったんで売っちゃいまして、まあこれしかないです。でこれちょっと立てていきます。できた。じゃあここにねフラップをつけていきます。まずこれね、次にこれね、どうつけような、一旦地面にぶっ刺します。意外と地面にぶっ刺すといいな。でこれ、これどうやってつけようかな、カラビナ的なシャックルで、
けるか。お、結構いいじゃん。で、これを最後に向こうの紐と通します。あ、短い。もうちょい、もうちょい伸ばしたいな。あ、ここにちょうどいいのあった。そうだ、切るとき用のこれがあった。裾をね、止めるようにね、引きずらないようにボタンがあるんですよ、ちょうどいい位置に。はい、できました。おお、悪くない、悪くないよ。もうちょいグイッとしたいじゃん。もうちょいグイッとできればいいけど、やっぱりロープで引っ張るしかないから、これかな。この辺にあれ作ってさ、これこれ、こういうのつけてさ、淡々と荒らせば、うん、だいぶ広がるな。空間が。おお、悪くないね。これ外してもいいし、よし、これ外してこんな感じで止めれば、よいしょ。おお、思ったよりいい出来だな。ちょっと全体見ましょう。まあ改善の余地はあるけど悪くないね。うん、ちょっと隙間多いかな。まあ下で焚き火するならむしろこんくらい上げておきたいけどね。この張り出しをまたね、この辺にくっつけてもね、それこそなんかシャックル的なもんでくっつければ寝るときすぐ外せるし、いいかもね。で、土に埋めてます。おう、かっこいいね。あ、いいね、うん、おしゃれだね。いいね。中入るとこんな感じです。ああ、全然いいよね。いいなこれ。ああ、これそこにくっつければいいもんね。うん、いいね、狙い通り。で、これがね、なんかちょっといびつな形してるのは、ポンチョとして着る場合ここが頭なんですよ。なんで横とくっつけてるから多分ちょっと変な形になってるんじゃないかなって。ちょっと90度間違えましたね。はい。これ流行るんじゃないか。皆さんちょっと拡散してください。というわけで、こんな感じで思いついたことバンバンやっていくんでね、よろしければまた見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。良いお年を。